青葉、重巡洋艦、青葉、青葉、青葉、は、日本海軍の重巡洋艦、青葉型重巡洋艦、青葉型一等巡洋艦の一番艦、三菱造船長崎造船所、現、三菱重工長崎造船所で建造された。その艦名は、京都府笠郡に位置する青葉山からちなんで名付けられた。艦内神社は、青葉山の青葉神社。 古高型従順2隻、青葉型従順2隻のうち、過去、木の傘は神戸川崎造船所で、古高、青葉は三菱長崎造船所で建造されている。大正時代の日本海軍は、7000トン以上の巡洋艦を、1等巡洋艦、7000トン未満の巡洋艦を、2等巡洋艦と類別していた、大日本帝国海軍艦艇類別編戦。 1922年、大正11年8月11日、建造予定の一等巡洋艦2隻に、キヌガサと古鷹の艦名が与えられた。10月9日、川内型形巡洋艦として、建造予定だった過去の艦名を一等巡洋艦一番艦に流用することが決定する。それとともに、過去、古鷹、キヌガサは一等巡洋艦に類別された。 この変更により、絹笠は、どの造船所で建造するかも、未定となってしまった。1923年、大正12年9月18日、建造予定の一等巡洋艦に、青葉の艦名が与えられ、過去、古高、絹笠に続く4隻目の一等巡洋艦として、登録された。同日府で絹笠を、川崎重工業神戸造船所で建造することが、正式に決まった。 軍艦青葉は、歌唱艦名第四高級巡洋艦として1924年、大正13年2月4日、寄港。1926年、大正15年9月25日、浸水。浸水式には、後続の高松の宮信人新王海軍将尉が立ち会っており、浸水式に派遣された第5戦隊、従巡、過去、古高、軽巡、川内、由良の、 うち古高に上官している。過去、古高も参加した、浸水式は、無事に終了した。1927年、昭和2年4月11日、三菱造船所に青葉偽装院事務所を設置。青葉は9月20日に竣工した。同日府で偽装院事務所を撤去。なお、姉妹換気ぬがさは1924年、大正13年1月23日に、帰港。 1925年、大正15年10月24日、浸水。1926年、昭和2年9月30日、春行。青葉と比べて、気候は、絹傘の方が早かったが、浸水。青葉9月25日、絹傘10月24日、春行。青葉9月20日、絹傘9月30日ともに、青葉からやや遅れている。後日、 ロンドン海軍軍縮会議の結果、ロンドン海軍軍縮条約が1930年、昭和5年10月2日に締結されて、日本が批准すると、過去型、古高型、青葉型の計4隻。過去、古高、青葉、絹川は、高巡洋艦、重巡洋艦に定義され、これに伴い、日本海軍の一等巡洋艦、二等巡洋艦の定義も変更された。 1927年、昭和2年9月20日の春行とともに、青葉は、佐世保鎮守府席に編入された。同年12月1日、青葉型2席、青葉、絹笠は、第2艦隊、第5戦隊に編入。第5戦隊は一等巡洋艦4隻、過去、古高、青葉、絹笠を揃えた。機関は、過去から絹笠に交代している。 1928年、昭和3年12月4日、第5戦隊、木ヶ笠、青葉、過去、古高は5体例と区別観館式、横浜沖、お飯館春菜に参加した。同年度の艦隊編成外でも、第5戦隊の構成は変わらず、引き続き従順4隻、過去、古高、木ヶ笠、青葉を揃えた。1929年、 昭和4年11月7日、古高は第五戦隊から除かれた。第五戦隊は、従順三隻、過去、木ヌガ青葉となった。1930年、昭和5年12月1日、従順二隻、過去、木ヌガが予備官となり、第五戦隊から除かれ、古高を編入。第五戦隊は二隻、青葉、古高となった。 1931年、昭和6年5月8日、カタパルト、クレ式2号車出機の不調により、青葉の搭載飛行機、15式水上偵察機が墜落事故を起こした。12月1日、従順二席、青葉、古高は予備艦となる。第5戦隊は当分編成しないことになった。1932年、昭和7年12月1日、 十順三席、青葉、木ヌガ過去で、第五戦隊を編成。1933年、昭和8年5月20日、再び第五戦隊は当分編成しないことなり、十順三席、過去、青葉、木ヌガは、第六戦隊を編成する。11月15日、第六戦隊から過去が外れ、古高が編入された。胴体は、十純三隻。 古田家、木之ヶ青葉となった。は、1934年（昭和9年 ）11 月15日、青葉方二隻、青葉、木之ヶはクレチンジュ府石へ転籍した。同日付で三河軍一大佐、青葉艦長は従順長会艦長へ転任。軍令部副官五谷慶次郎大佐が青葉艦長に捕食される。1935年 昭和10年11月15日、青葉型2隻、青葉、絹笠は、第7戦隊に編入された。1936年、昭和11年2月15日、古高が第7戦隊に編入される。当時は、小上根一少将を司令官として、第7戦隊、青葉、機関、絹笠、古高を編成していた。10月、青葉と、絹笠は、 夜間航行中に衝突事故を起こした。訓練終了後、青葉、木ヌガサ、古高の単獣人は速度を6ノットに減速することになったが、木ヌガサは青葉の信号を見落とし9ノットで直進、誰一人気づかないまま青葉の艦備に衝突した。木ヌガサの艦首は潰れてしまったが、深刻な損害ではなかった。12月1日、従順三席、青葉、木ヌガサ、古高は、 予備艦となる。太平洋戦争開戦以前は、日中戦争に出動し、上海上陸作戦の支援などを行っている。1938年、昭和13年6月3日、松山浩二大佐、絹笠官長は、従順高尾官長へ転任。姉妹艦である、青葉官長広瀬松人大佐が、青葉官長と絹笠官長を兼務することになる。6月15日、 佐藤勤大佐、当時、慶順熊館長が、絹笠館長に任命されたことで、広瀬大佐は、絹笠館長の兼務を説かれた。同年11月から1940年10月まで、改装工事を行い、手法の後径を20.3センチメートルに変更した。1940年、昭和15年11月15日、青葉は、第6戦隊、過去、 古高に編入。胴体は、従順三席、青葉、過去、古高となる。1941年、昭和16年3月1日、木の傘が第六戦隊に編入される。第六戦隊は、従順四席、青葉、過去、木の傘、古高を揃えた。第六戦隊期間は3月下旬に一時過去から、古高に変更された。 続いて、過去から青葉に変わるが、4月10日に、過去に戻った。8月12日、第6戦隊機関を青葉に変更する。9月15日、第6戦隊司令官は、牧田里志三郎少将から、後藤存治少将に交代する。後藤少将は、当時の第2水雷戦隊司令官。後任は、田中雷蔵少将。後藤少将は、正式に、 第六戦隊機関を過去から青葉に変更した。1941年、昭和16年12月8日の開戦時、本館は、南洋部隊、指揮官、井上成美第四艦隊司令長官。機関鹿島、第六戦隊、司令官、後藤尊次少将、第一小隊、青葉、過去、第二招待、絹笠、古高に所属し、トラック諸島方面へ進出。 グアム島攻略作戦など中部太平洋の作戦に参加した。一方、海戦壁島でのウェイク島占領を起とした、ウェイク島攻略部隊、指揮官、梶岡貞道少将は、第6水雷戦隊、司令官、梶岡貞道少将、慶順、夕張第二十九駆逐隊、追い風、疾風、第三十九駆逐隊、ム月キ、キサラギ、ヤヨイ、と、第十八戦隊、 司令官、丸も国の李少将、天竜、立田大機関として、攻撃を開始したものの、海4回、ワイルドキャット戦闘機4機と、陸上砲台の反撃によく地区艦2隻、木更に、疾風を撃沈され、撃退された。そこで12月21日の第二次攻略作戦では、長も機動部隊より派遣された第八戦隊司令官、安倍光輝少将指揮下の第二航空戦隊、 司令官、山口多門省の空母2隻、総流、飛流、第8戦隊の従順2隻、と根、チク第17駆逐隊の駆逐艦2隻、谷風、浦風が作戦に参加し、さらに第6戦隊の従順4隻も投入された。12月21日に攻撃は開始され、23日に、ウェイク島のアメリカ軍海兵隊は降伏した。その後、 1942年、昭和17年2月に、海軍従軍作家の運の十三が青葉に上官し、将兵の生活を従軍機にまとめている。運野は、青葉将兵の勤務態度に強い感銘を受けると、同時に、居住環境の悪さについても言及している。1942年、昭和17年4月下旬、ポートモレスビー攻略を目指して、MO 攻略部隊が編成され、 青オバイカ第6戦隊重巡四隻、空母、小を取り、南洋部隊所属、駆逐艦サザナミ、第七駆逐隊、第六水雷戦隊、機関夕張等は、第四艦隊司令長官、井上成美中将を総指揮官として作戦に参加する、ポートモレスビー作戦。5月7日、第六戦隊の水上偵察機は、アメリカ軍機動部隊の一把握に貢献したが、一方で、 アメリカ軍機動部隊艦載機の攻撃を受けた。第6戦隊とサザラミは小大鳥を護衛しきれず、小大鳥は集中攻撃を受けて撃沈された。後藤司令官、青葉座城はアメリカ軍の第二次空襲を回避するため北東への退避を決定。このため6戦隊は約300名ほどの小大鳥脱出者を救助することができなかった。 内家艇を下ろしかけていた青葉では退避決定を受けて、救助作業を中止、漂流する生存者たちに、ゆっくりやってレアと迎えに来るの手渡信号が送られたという。空襲の危険が去った後、さざ波が反転して、小鳥取りの沈没現場に戻り、203名を救助した。5月8日、第6戦隊、第2小隊、絹笠、古高は MO 機動部隊に編入され、 第5戦隊、両校、機関、羽黒や、第5航空戦隊の空母2隻、随格、機関、昇格等と合流すべく、分離、6戦隊第1小隊、青葉、過去は引き続き、第6水雷戦隊や MO 攻略部隊と行動を、共にした。5月下旬から6月上旬にかけて、第6戦隊は、日本本土へ開港され、呉で整備に従事していた。 6月5日、日本海軍はミッドウェイ海戦で大敗を喫し、連合国軍の重要拠点ポートモレスビーの攻略とソロン諸島における基地航空兵力の拡充は急務とされた。第6戦隊及び第18戦隊、天竜、タツタは各隊、各小隊ごとに南方へ出撃し、7月上旬までにソロモン諸島へ進出した。第4艦隊。 司令長官、井上成美中将は、SN 作戦、南太平洋方面の航空基地的地調査、設営、各航空基地強化と、利工研究作成を加齢する。ガダルカナル島航空基地の設置、ダエ、カビエン、ツラギ、ラバウル各基地の強化、また、ソロモン諸島航空基地的地の捜索等の初任務に、第6戦隊、第18戦隊、第6水雷戦隊、夕張り、 第29駆逐隊、追い風、雄月第30駆逐隊、む月き、月ち月等を投入する。第6水雷戦隊、夕張追い風、雄月宇月う月は、ガダルカナル島の基地設営輸送船団を護衛、ガダルカナル島へ向かった。7月14日、連合艦隊、第2弾作戦、第2期の兵力部署改編により、第6戦隊、 18戦隊、夕張各駆逐隊は、外南洋部隊に編入された。1942年、昭和17年8月7日、東部ニューギニア方面の、レゴー作戦支援、SN 作戦支援のため6戦隊第1小隊、青葉、過去は、アドミラルティ諸島方面にへ、第2小隊、キヌガサ、ルタカは、ラバウルに向けて出発した。同日、アメリカ軍は、 ウォッチタワー作戦を発動し、ガダルカナル島とフロリダ諸島に上陸を開始、ガダルカナル島の戦いが始まった。後藤司令官は独断で作戦を中止し、六戦隊四隻を率いて、第八艦隊機関長海、司令長官三河軍一中将と合流すべく、ラバウルへ急行した。遊国、ラバウル郊外で八隻、従順五隻、鳥海、青葉、過去、木の傘 古ルタカ、二隻、天竜、夕張、駆逐艦一隻、夕凪の艦艇が集結する。回転整合すら行っていない、ウゴの州であったが、ガダルカナル島方面へ出動した。8月8日から9日、第六戦隊は、外南洋部隊指揮官、三河軍一第八艦隊司令長官、元長会、元青葉艦長の指揮下で、第一次ソロモン海戦に参加する。 野戦突入前の8日、早朝、外南洋部隊従順、鳥海、青葉、木の傘、過去は各艦水上偵察機1機、計4機を発進させ、ガト周辺の偵察を実施した。青葉1号機は、ガト方面の偵察を実施、つらぎ南西90海里に戦艦らしきもの一隻、つらぎ沖に大順1、小船4、駆逐艦3、ガト白地に、小船15、 駆逐艦4、軽巡2を報じた。この情報と基地航空隊の報告を総合し、第8艦隊はガダルカナル島のアメリカ軍勢力を戦艦1、巡洋艦4、駆逐艦9、輸送戦15と判断し、突入を決断している。野戦においては、本艦の魚雷発射艦への被弾で消火災が発生するが、大事には至らなかった。 本戦闘で魚雷の他に 20cm 砲183発、12cm、広角砲84発、25mm 機銃190発を発射した。8月9日午前8時、三河長官時期卒隊、鳥海、天竜、夕張、夕投げが分離して、ラバウルとショートランド白地へ向かい、6戦隊の従順4隻はカビエンへ向かった。 しかし10日午前7時15分、青葉の後方800メートルを航行していた過去が、アメリカの潜水艦 S-44 の雷撃で撃沈された。青葉水上偵察機1機が、船体全路を警戒していたが、S-44 を阻止できなかった。また6船体もこれ自運動を実施しておらず、乗組員の疲労も頂点に達していたという事情も、ある。第6船は3隻。 青葉、古高、木の笠となった。8月24から25日、町会及び、第6戦隊は、第2次ソロモン海戦に際始増援部隊輸送船団、指揮官、第2水雷戦隊司令官、田中雷蔵少将、機関人数支援のために出動した。だが戦局には全く関与しなかった。10月11日、水蒸気母艦二隻、日清。 千と及び護衛の駆逐艦、秋月型、秋月、第19駆逐隊、綾波、第11駆逐隊、第1小隊、白雪、村雲、第9駆逐隊、朝雲、夏雲は、ガダルカナル島へ物資を擁陸。それと、並行して第1次停進攻撃隊、第6戦隊部隊及び、第2次停進攻撃隊、指揮官、第3戦隊司令官、栗田武雄中将。 戦艦、今ハ春ナ、第二水雷戦隊、軽巡伊鈴、第15駆逐隊、第24駆逐隊、第31駆逐隊による、ヘンダーソン基地艦砲射撃を実施するため出撃する。第六戦隊は10月上旬から、ヘンダーソン飛行場基地に対する砲撃に備え、訓練を行っていた。第六戦隊司令官、後藤存治少将を指揮官とする。 外内洋部隊支援隊は、従順三隻、青葉、木の傘、古高、第十一駆逐隊、第二小隊の駆逐艦二隻、吹雪、初雪という戦力であった。だが十月十一日夜、待ち伏せていたノーマンスコット少を率いる、米艦隊、従順洋艦2、軽巡洋艦2、駆逐艦ごとの間にサボ島沖海戦が勃発する。第六戦隊首脳は、 日清隊や昼間基地航空隊の偵察結果から敵艦隊は存在しないと判断して事前の策敵を十分に行っておらず左限前方から出現した艦英、米艦隊を日清隊と誤認気づいた時には米艦隊に定時を描かれた状態であった先制攻撃を受け初段が青葉環境を貫通して後藤司令官や艦幹部を殺傷さらに2番 3番、砲塔破壊、全哨、砲移版、2番、広角砲、射出機、機関部に損害を受けた。青葉は、我が青葉、を、村自走しながら、面かじに変身し、戦闘能力を失いつつも、煙幕を展開して、戦場を離脱した。手砲発砲数は7発、戦士79名、士官、後藤司令官を含むであったという。また本海戦で、 米艦隊との交戦により2隻、従順、古高、駆逐艦、吹雪が沈没、救援に向かった駆逐隊からも空襲により2隻、村雲、夏雲が沈没した。なお損害を受けた米艦隊も、ルンガ沖から撤退したため、翌13日の第三戦隊によるヘンダーソン基地艦砲射撃は成功した。古高の沈没により、 第六戦隊は青葉型2隻、青葉、絹笠となった。10月15日午後、青葉はトラック白地へ帰島した。山本56連合艦隊司令長官が本艦を訪問し、損傷状況を視察している。命中弾は不発弾が多く、後に修理時に見分した造船士官は仮に全砲弾が炸裂していれば沈んでいたと述べている。 不発弾の多さに対し山本長官は、もふこの戦には決して負けないという自信ができたと、周囲に語っている。10月16日には、青葉艦長、旧総米次郎、古高艦長、荒木伝大佐が、連合艦隊司令部、戦艦山和座城を訪れ、連合艦隊参謀長、宇垣きまとい少将のみ報告を聞く。敗因について宇垣参謀長は、 事前の偵察不十分、第11航空艦隊の航空活動の失敗、第8艦隊司令部が陸上勤務でソロモン方面の実情を知らない酸素魚雷の誘爆の4点を挙げている。大破したアオバは内地へ開港され、10月22日に内地へ到着した。第二次ソロモン海戦で損傷した、軽巡人数や駆逐艦各艦、白雲、夕霧等と共に、 クレ海軍交渉で修理を受けた。修理にあたって、全省を三脚省に回収、環境構造物を回収、対空機銃の強化を実施。また、予備方針がないため大破した三番砲塔は撤去され、25立方ミリメートル連装機銃1機を装備した。11月10日、第六戦隊は解体された。健在だった絹傘は、第八艦隊直属。 修理を要する青葉は、呉陳除府部隊に編入という配備が決まった。同日府で2隻、従順、古高、空母、龍城は、軍艦席より除籍された。11月14日、第三次ソロモン海戦に参加中のキヌガサが、撃沈された。古高型、青葉型計4隻は、過去、古高、キヌガサが立て続きに沈没し、青葉一隻を残すのみとなった。 11月18日、青葉にて、第6戦隊の残務整理を開始する、12月5日を、もって、残務処理事務所は、クレ海兵団へ移転した。修理を終えた青葉、3番砲塔なしは、1943年、昭和18年2月15日府で、第8艦隊に編入された。同時に、クレを出発し、2月20日に、トラック白地へ到着した。続いて、 ソロモン方面へ、進出、3月2日に、ラバウルへ到着した。3月3日、ラバウルを出発し、翌日に、カビエンに到着する、同日、ビスマルク海海戦。4月1日付の戦時編成改定により、第30区隊、餅月、三日月、宇月が、外南洋部隊に編入、慶順立田たが、第8艦隊から除かれ、大艦として、 形順夕張りが編入された。第8艦隊司令長官も、三河軍一中将に代わって、サメ島郡重中将が任命された。連合艦隊と第11航空艦隊、南東方面艦隊が、2号作戦を準備中の4月3日午前3時、青葉はニューアイルランド島、カビエン、メウエパセージ港にて、アメリカ軍機 B-17 の爆撃を経費する。 戦士十六名、負傷者七十五名を出し、浅瀬に格座した。魚雷の誘爆が大破、格座の一員となった。青葉の損傷は昭和天皇にも報告された。また青葉の付近では、駆逐艦ふずも被弾して損傷している。軽順川内は青葉の栄光を試みたが、浸水増加のため失敗し、工作艦を派遣する事態となった。 以号作戦指揮のため山本司令長官、小沢寺三郎中将等トラバウルに滞在していた、宇垣連合艦隊参謀長は、せっかく修理なりてこれる艦難のどうもなく、また、大被害あり、機能的の偵察あり危険を予感して八艦隊より、天怒りを商用せるに動かざること山のごとくついに、この不運を来るせり、と述べている。4月5日、工作艦。 山彦丸が到着して格座した青葉の排水を実施、約一週間という見通しが立つ。4月21日、軽順川内による青葉エコーの試みは成功し、2隻、青葉、川内は4月24日、25日ともにトラックへ帰投した。工作艦赤市に設限して、応急修理を実施した。7月25日、青葉はトラックを出発する。 青葉は旧カテカンイラゴ、影老型区逐艦2隻、天津風、浦風と戦乱を組んでいた。8月1日、4隻は呉に到着する。以後、青葉は11月24日まで、再び修理に従事した。この際航空巡洋艦や高速艦隊への給油艦として改装されることも検討されたが、結局行われなかった。 全小牢に21号電単を装備し、対空機銃を増設する。一方、破損していた機関部の修理が行われなかったため、以後最高速力が28ノット程度まで減少している。1943年、昭和18年11月25日、第1、南遣い艦隊、第16戦隊に編入された。12月15日、青葉はクレを出撃。 マニラを経て12月24日にシンガポールへ進出した。速力が落ちていたこともあって、同方面で輸送任務に従事した。1944年、昭和19年2月27日、シンガポールを出撃する。3月上旬、第16戦隊機関青葉、同戦隊司令官、サコイン・ナオ・セイシは、指揮下のトネ型従順洋艦2隻、トネ、艦長、 マユズミ・ハルオ大佐、チクマ、艦長ソクマン・をサむジ大佐と共に、インド洋で通商破壊作戦に従事した。この時、トネが撃沈した、イギリスの商船ビハール号の捕虜処刑問題をめぐって、ビハール号事件は発生した。3月15日、ジャカルタに入港してサイチ号作戦部隊は解散した。4月23日、植来して沈没した、駆逐艦。 甘霧の救助作業に従事した。24日、タラカンに入港して、甘霧乗り組員を揚陸した。6月上旬、青葉は16戦隊機関として、今作戦に参加する。軽巡絹や、第27駆逐隊、しぐれ、さみだれ等と行動を共にした。7月25日、リンガ白地に進出。以後、訓練に従事する。10月中旬以降の早号作戦。 冷凍機械戦では当初、日本軍第一遊撃部隊、通称、クリタ艦隊に所属していたが、第二遊撃部隊に編成前となり、第十六戦隊機関として、後方での兵員輸送を命じられた。10月21日、リンガ白地を出港する。10月23日、青葉はルソン島西方で、アメリカの潜水艦ブリーム、アセスブリーム、 SS-243 の雷撃で大破した。右限全部機械室への魚雷命中により右に13度傾斜した。この状態で絹に栄光され、マニラ湾に入港する。その翌日にもアメリカ軍の空母艦載機による攻撃を受けた。同地での応急修理によりもノットの航行が可能となり、冷凍機械船で損傷していた従順熊野と共に本土開港を命じられた。 11月6日、従順二隻、青葉、熊野及びまた31戦団は、サンタクルーズを出港するが同日午前中に、熊野がアメリカ潜水艦の雷撃で逮捕され、青葉は熊野に対して、我栄光能力なしと伝達し、熊野を残地して内地へ向かった。11月25日、熊野はサンタクルーズ湾で、アメリカ軍機動部隊艦載機の攻撃を受けて、撃沈された。 12月12日、青葉は過労じて、呉軍港に帰投した。前日の通り、青葉は、冷凍機海戦におけるブリームの来撃で大破しており、呉で本格的修理を行う予定であったが、あまりにも大きすぎる、損傷のために修理の見込みが立たず、呉れ交渉近くに軽流放置されていた。1945年、昭和20年2月下旬。 1> 第1予備艦に指定される。3月にアメリカ軍空母機動部隊による攻撃が開始されると、青葉も防空砲台として対空戦闘を行った。4月20日、第4予備艦に指定。6月20日、特殊警備艦に指定されたが、7月24日に命中弾1資金弾1、7月28日に命中弾4を受けて完備はほぼ切断状態となり、 右舷に傾斜して着艇した、呉軍港空襲。青葉はそのままの状態で終戦を迎え8月15日府で予備官となり11月20日府で除籍された。1946年昭和21年11月より、張り造船の手により解体された。現在、海上自衛隊第一十課学校には、 青葉の監守に装着されていた喫花紋章が大和ミュージアムには青葉の手法方針の微分が展示されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。